NHK のラジオ国際放送の中国語ニュースで中国籍の外部スタッフが尖閣諸島の帰属などをめぐり現行にない発言をした問題で NHK は今日担当の理事が院籍辞任したほか稲葉会長らが役員報酬の50%を1ヶ月自主返納するなどの処分を発表しました NHK は今回の事案について予期しておくべき事態にもかかわらず即座に対処できなかっただけでなく 正確な放送の訂正や視聴者への説明が十分でなかったとしています。